今年の長崎くんちの踊り町は六花町で、4年ぶりの開催に各踊り町気合が入っています。稽古に励んで本番では盛大に披露したいと思いますので、皆さんのご支援をよろしくお願いいたします。桶屋町は本踊り、栄町はオランダ漫才、よろず屋町はクジラの潮吹き、元漆喰町は御朱印船、船大工町は川船、丸山町は本踊りを奉納します。今年すべての踊り場の桟敷券は物価高騰の影響で人件費や材料費が5割以上値上がりしたため、4年前よりもそれぞれ1000円から8000円値上げとなります。諏訪神社の桟敷指定席の引き換え券は来月7日午前7時から販売を開始、9日からは電話でも受け付けます。また八坂神社は来月12日、お旅所は7月18日からそれぞれ電話で予約を受け付けた後に販売されます。中央公園は8月1日からネットとコンビニエンスストアでの販売です。まもなく小屋入り、長崎の街にくんちの掛け声が響き始めます。